魔法のマコちゃんは1970年11月2日から1971年9月27日までネット系列で毎週月曜日19時から19時30分に全48話が放送された日本のテレビアニメであるタイトルロゴ上は音文字の矢を用いずに魔法のマコちゃんと表記されている魔法使いサリー秘密のあっこちゃんに続く 東映魔女っ子シリーズの第3作である。それまで漫画原作があった魔女っ子シリーズで初の東映動画オリジナル企画作品である。アンデルセン童話の人魚姫をベースに脚本の辻真っ先と演出のセリカは優和が中心となって設定した。コミカライズ版は吉森美希南東の作品が小学1年生などに掲載された。魔法使いサリーを視聴していた。 年齢層を引き込むため対象年齢を高めに設定し恋愛劇の要素を取り入れるなど新規軸を打ち出した。マコの母のキャストにはサリーを演じた平井美智子が起用されている。また、対象年齢の引き上げにより公害や基地演習問題、受験戦争など当時の社会問題を取り込んだエピソードも制作されたが人気の面では全2作に及ばなかった。 人間の姿に変えた人魚のマコ。彼女の人間界での生活を描く。渡辺武雄が BGM 及び主題歌の作曲を行ったほか、作詞も手掛けた。主題歌の編曲に編曲を担当した者がクレジットされていないところは、巨人の星、アタック、ナンバーワンなどと同様である。一部の BGM は、好き、好き、魔女先生後期における、 アンドロ仮面の戦闘シーンにも流用された。主題歌を歌ったのは、当時13歳の堀江光子で、堀江にとっては、少女アニメ第一作であり、渡辺武雄と組んだ、最初の作品である。堀江は、主人公マコと同年代で、同じ横浜市在住だったこともあり、感情移入して歌ったという。オープニングテーマ冒頭の、どこから来たのを、という歌い方は、 あくび娘の歌のように、しゃくるように歌ってほしいという渡辺の要望によるものである。またエンディングテーマでのセリフに関して、渡辺から自分の弟がいたずらした時のように言ってご覧とのアドバイスを受けたという。本作ではオープニングテーマ、エンディングテーマともに曲中にセリフがあるが、堀江が声優としてデビューするよりかなり以前の時期のことである。 オープニングテーマには、大杉久美子によるカバー漫画も存在する。大杉はやはり、渡辺武夫作曲で、自身のアニメソング、デビュー曲でもあった、アタックナンバーワンの主題歌の録音時にセリフで苦労していたため、また、セリフと思ったという。放送系列は、当時のもの。東映漫画、祭り内で、日本が上映されている。ありがとうございます。